スズキ GT、スズキ GT380、GT380、GT380 とは、スズキがかつて製造販売したオートバイである。通称は、サンパチ。1972年に発売された、ロードスポーツモデルである。乾燥重量は 169kg で、空冷にストローク直列3気筒エンジンに6速トランスミッションを組み合わせて搭載された。 当時は 350cc が主流であった。このクラスで 380cc という排気量は、GT250 の内径 X 工程イコール54、X54 の2気筒エンジンをベースに1気筒、分を追加して3気筒とした、開発経緯に由来する。ギアポジションインジケーターを、速度計と回転計の間に設置。 シリンダーヘッド付近を流れる空気の流れを速くして、冷却効果を高くするためにかどばった空気導入ケース、ラムエアシステムを搭載する。当時のライバル車だった、川崎のマッハシリーズ及び K1 シリーズと比較して、エンジンは低回転機のトルクも太く、排気縁も比較的少なめであった。 車体バランスが良いことに加え、2ストローク3気筒らしいスムーズな特性を実現。オフロードの走破性も、高く川の浅瀬も走れるほどの非常に乗りやすい、中型自動二輪で、自動車教習所にも教習車として導入された。時代の流れで4ストロークエンジンが主流になる中、GT380 バイト7型を最後に、GT シリーズは幕を閉じることとなったが、 長く人気を保った車種である。現在でも旧車愛好家の間での人気や、暴走族、旧社会の間で改造車種として人気が高いことから、程度の良し悪しを問わず、高値で取引されている。一連の GT シリーズとして、他に、水冷3気筒の GT750、空冷3気筒の GT550、空冷2気筒の GT250、 GT185、GT125、GT およびクーレータン糸の GT100 などが展開された。ありがとうございます。